静岡鉄道で巡る静岡都心巡りの旅、今回はですねその2の動画となっています。皆さんに今ご覧いただいている映像はその1、前回の映像になりますね。前回その1ではですね、静岡駅から清水駅まで JR で移動した後、現在の静岡市清水区、旧清水市のですね中心部エリアをですねぶらっと街歩き散策いたしまして、その後静岡鉄道の新清水駅から、まずはですね入江の町、ちびまる子ちゃんの舞台の町である入江の町を本当軽くですけどご紹介するというところまでやってきました。そうですね、これがさくらももこさんに関連する場所のマップです。今回は前回の続きから始めていこうと思います。まずですね、静岡鉄道の桜橋駅から静岡鉄道に乗車をいたしまして、この静岡鉄道についての軽いご紹介、そしてこの静岡市の拠点エリアである草薙、そして副都心である東静岡、この2つのエリアについてですねぷらっと街歩きご紹介をですねするという内容まで今回はやっていこうかなと思っています。それではここ桜橋駅から静岡鉄道に乗車をして3駅先の草薙駅を目指していきます。そしてこの移動中にですね前回説明すると言っていた静岡鉄道についての軽い紹介もですねついでにやっていこうかなと思っています。静岡鉄道、正式にはですね今乗車している鉄道路線というのは静岡鉄道の静岡清水線という路線になります。ただこの静岡鉄道ですね所有している鉄道路線がこの静岡清水線のみとなっているので、静岡鉄道といったらこの路線を指すことになります。この静岡鉄道の静岡清水線はですね静岡市葵区の新静岡駅から静岡市清水区の新清水駅を結ぶ全長 11.0km の路線となっています。先ほども言いましたように静岡鉄道唯一の鉄道路線となっています。でこの静岡清水線ですね全線にわたって JR 東海道本線と並走はするんですけど、残念ながらくっつかないんです。一応唯一ですね草薙駅というところがですねこれから向かう草薙駅がですね JR と静岡鉄道同じ駅名を冠してはいるんですけど、駅同士は微妙に離れていまして少しだけ歩くことになります。ですので、イメージといたしましては本当に阪急と JR の関係のようなそういうイメージを持っていただければいいんじゃないかなと思います。京都線とかね微妙にくっつきそうでくっつかないですよね。神戸線もそうかな、微妙にくっつきそうでくっつかない、そういう鉄道路線となっています。で、路線のイメージといたしましてはこの静岡鉄道のイメージといたしましては単編成の近代的な車両が高頻度で都会を駆け抜ける路線、言ってしまうと地方施設と地下鉄と路面電車をかき混ぜてできたようなそういう路線、それがですね僕の個人的な静岡鉄道に対するイメージとなっています。でこの静岡鉄道ですね運賃面ではね結構良心的なんですよ。地方施設にしては結構良心的でして、初乗り2キロまでが140円、でこれ新静岡新清水間全長 11.0km 最長距離利用してもこれ330円になるんですね。でこの初乗り2キロまで140円っていうのはこれ近距離だと大手施設の中では結構安い部類なんですね。大手施設の中でも安い部類でして、でこれ距離が利用する距離っていうのが伸びてくると割高感は一応出てきちゃうんですけど、それでも全長 11.0km 利用したとしても330円で、これはどれくらいかと言いますと今度値上げする値上げ後の近鉄運賃よりは安いです。ちなみに現在の近鉄運賃は11キロだと300円ですけど値上げした時360円になります。でダイヤといたしましては電車は全て2両編成、朝ラッシュが5分から6分間隔、昼間が8分間隔、夕方ラッシュ6から7分間隔ということで、ですので、単編成の車両が高頻度でバンバンやってくる、言ってしまえばこの静岡の街に完全に溶け込んでいるかのような静岡の街の足となっているようなそういう鉄道路線で、雰囲気的にはね僕結構好きな路線だったりします。静岡鉄道の説明としてはこういう感じになります。それでは桜橋駅から 3.6km 150円区間乗車してまいりまして草薙駅到着です。 3.6km 移動して150円ってのはやっぱ安いですね。それではこれから静岡鉄道草薙駅 JR 草薙駅周辺のですね街歩き散策を行っていきたいと思います。そしてこちらがですね草薙駅周辺の街の様子となっています。こちらが JR 草薙駅方向北方向ですね。そして左手が静岡鉄道の草薙駅になります。
静鉄草薙駅南側はですね、駅地下でもすぐですね目の前から住宅街が広がっている、そういう感じとなっています。それでは静鉄草薙駅の方まで戻ってきました。ナレーションの方ではこれからこの草薙について軽くご紹介をしていこうかなと思っています。この草薙地区はですね、特に副都心とかそういう扱いではなくて、あくまでも地域拠点というそういう扱いになっています。地域拠点という扱いではあるんですけど、この町のこの草薙地区の町づくりをする上であるコンセプトがありまして、この草薙地区はですね、教育機関等の立地を生かした文教エリアとしてですね、これまで町づくりを行ってきた、そういうエリアとなっています。ですので、おそらく静岡市としては今後の町づくりの上でもこの草薙地区はですね、重要な拠点として位置づけているのではないかなと個人的には思っています。そしてですね、この草薙エリアはですね、実は静岡市のこの清水区なんですね。まだ清水区なんです。これまでずっと静岡鉄道で、まあ清水都心であったりとか入江の町であったりとか巡ってきましたけど、ここもまだ清水区となっています。ですので、 JR 清水駅周辺の清水都心からこの人口 22.7 万人の清水区の市街地がここ草薙までずっと続いてきたことになりますね。ちなみに静岡鉄道の新清水駅から草薙駅までの駅間距離は 4.6 キロ、まあ、ですので清水都心からここ草薙までだいたい5キロくらいずっと市街地が続いているということになりますので、まあ、おそらくこの静岡という町がいかにね、鉄道の沿線に沿って町が形成されているかっていうのがすごく感じられますね。僕はそういう風にすごく感じました。そしてですね、この草薙地区はですね、鉄道の利用者も結構多い、そういうエリアとなっていまして、実はですね、これ2019年度の値にはなるんですけど、1日あたりの駅の乗車人員がですね、 JR 草薙駅は同じ清水区内の JR 清水駅よりも多くて、 JR 草薙駅の乗車人員2019年1万961人となっていました。でこれはですね、静岡鉄道も同じことが言えまして、新清水駅よりも草薙駅の方が1日あたりの利用者が多く、草薙駅乗車人員3864人となっていました。まあ、ですので、まあ、この草薙地区ですね、基本的には駅周辺は住宅街が広がっているということにはなっているんですけど、まあ、それでもね、駅の利用者が多くてある程度の拠点性はあるということで、静岡市が今後街づくりする上で重要な拠点としてね、位置づけている、考えているっていうのは納得かなと個人的には思っています。それでは目的地、東静岡副都心の最寄り駅である静鉄長沼駅到着いたしました。位置関係はこういう感じですね。草薙駅から4駅、150円区間乗車してまいりました。それではこれからこのように東静岡副都心を巡っていきたいと思います。長沼駅周辺はですね、どちらかというと住宅街が広がっているという感じになるんですけど、長沼駅から5分10分程度歩いたところに JR 東静岡駅がありまして、ここら辺が東静岡副都心の中心エリアとなっています。それではこのマップに沿ってこれから東静岡副都心街歩き散策していきたいと思います。長沼駅目の前にはですね、バンダイホビーセンターという建物があります。静岡市はプラモデルが非常に有名な町でして、製造出荷額の8割以上のシェアを占めるというそういう町となっています。でこのバンダイホビーセンターではガンプラのほとんどが製造されているようです。またこちら長沼駅ではですね、この構内踏切とそうじゃない踏切が非常に近くてですね、なんか渡れそうですね。それでは長沼駅から JR 東静岡駅の方を向かっていきたいと思います。で移動する途中ですね、途中こういう感じで非常に細い道を通るので、もしかしたら迷うかもしれません。
そして細い道を抜けますと目の前に大通りが現れることになります。こちらの通りはですね、国道1号線になります。そしてこの国道1号のすぐ近くに JR 東静岡駅があり、東静岡副都心界隈が広がっていることになります。東静岡副都心はこういう感じとなっています。こちらが JR 東静岡駅の北口になります。目の前にはタワーマンション、そしてこちら側が国道1号線方向になります。そして奥の白い箱みたいな建物、あちらがですね、確かマークイズだったかなという名前の大型の商業施設になります。そして現在地の位置関係はこういう感じとなっています。本当に駅の近くに国道1号がありますよね。で、個人的にはですね、国道1号が東静岡駅の近くにあるということで、この東静岡界隈っていうのは結構住みやすいエリアなんじゃないかなと個人的には勝手に思ってたりします。まあ、さっきみたいなマークイズっていう商業施設があるっていうのもそうなんですけど、国道1号が駅地下にあるってことは、ローサイドのお店が駅の近くに行けるあるっていうことで、非常に車でも車を持っていなくてもどちらでもアクセスしやすいっていうことで、結構いいんじゃないかな、住むにはいいんじゃないかなと思っています。こちらがJR 東静岡駅、結構近代的な駅舎ですね。静岡駅までは電車、各駅停車で1駅になります。そしてこちらが東静岡駅の南口になります。北口もね、タワーマンションが1棟ありましたけど、南口の方にもですね、ちらほらとタワーマンションがあり、まあ、マンションもですね、結構いろいろあって、まあ、マンション街、まあ、なんならタワーマンション街みたいないう風に言ってもいいかなと個人的には思っています。まあ、建物と建物の間、間隔っていうのは空いてはいるんですけど、まあ、でも人口70万程度の街で、こういうタワーマンションが、まあ、ある程度集積するタワーマン街みたいな場所があるっていうのは、なかなかすごいよなって、ちゃんとさすがなんか副都心として機能してるんだなっていう感じはします。で、こちらがですね、県道407号線、草薙の駅で見たあの通りになりますね。それでは戻っていきたい、草薙、ごめんなさい、東静岡の駅の方に戻っていきたいと思います。そして目の前の建物が JR 東静岡駅、今度は左手に曲がって進んでいきたいと思います。東静岡ですね、この駅前、こういう右手にですね、こういう感じで広大な駐車場がありまして、一応副都心として街づくりがなされてるとはいえ、まだまだ空いてる土地も結構あるということで、ちなみにですね、この東静岡駅南口目の前の右手にある今の駐車場はですね、新しい県立図書館の建設予定地になっているそうです。まあ、ですので東静岡駅の駅前って商業施設もあって、で南口に今度公共施設もあるっていう風になると、本当に結構住みやすいよなっていう感じが個人的にはします。まあ、まさにですね、静岡市もこの東静岡副都心に関しては、快適で住みやすい街づくり、文化、スポーツ、国際交流、情報発信等の高度な都市機能の集積による街づくりっていうのを目指して、まあ、現在も街づくりを行っているそうです。で、上から見るとね、こういう感じでまだまだ結構空いた土地っていうのも結構あるようでして、東静岡、まあ、現在に副都心としてね、位置づけられるくらいには、まあ、多分いろいろと集積高度に集積はしてきてるんだろうなっていう感じはするんですけど、でもまだまだ空いてる土地があるということで、今後もまだまだ発展できる、発展の余地ありな、そういう副都心ということでなんかなと個人的には思っています。左手にはですね、こちらマークイズっていう商業施設になります。駅地下にやっぱり大型商業施設があるっていうのは楽ですよね。でこちらにもね、空き地があるということで、この街がどういう風に変わっていくかっていうのも個人的には見ものかなと思っています。現在国道1号線を静岡駅方向に向かって歩いています。静鉄長沼駅のお隣、静岡駅に1個向かった湯の木駅方向に向かって現在歩いています。右手の線路が静岡鉄道になります。もうちょっと進んでいくと湯の木駅見えてまいりましたね。こちらが静岡鉄道湯の木駅になります。それではお隣湯の木駅までやってまいりましたので、一回長沼駅の方まで電車で一駅戻って、長沼駅、降りた長沼駅から続きの撮影を行っていきたいと思います。湯の木駅、次の停車駅が長沼駅になります。ちなみにこの湯の木駅長沼駅間はですね、静岡鉄道の中では2番目に駅間距離が長く 1.1 キロになります。でも 1.1 キロで駅間距離が長い方になるっていうのは結構すごいですよね。 1.1 キロだったら大手施設ですと、まあ、標準的か、それか短い方かっていう扱いになると思うので、まあ、それで静岡鉄道は長い方ってなると、まあ、いかにこの静岡鉄道の駅間距離が短いか、いかにですね、この静岡鉄道が地元住民の足として使いやすいか、使い勝手がいいかってことがすごく感じられますね。それでは長沼駅到着いたしました。降りた駅ですね、長沼駅到着いたしました。今歩いてるのは改札内の踏切、すぐ右手が改札外の踏切になります。それではね、一回ここで動画切らせていただきたいと思います。